あ,りがったなあのそうそうあの防災のって9月の時代あるじゃないですかそれでその取材があったんですさあねそれで中継するんで私は生のラジオがあるんですがその時に各局テレビが来ていて私の絵を撮るって言ったんですよでどういうことかと言ったらば私はねあの銀座の三越四丁目の三越今はあの状況変わりましたけどねあのさデパートの屋上の柵があるじゃないこう鉄柵ね んんんなな柵ののの中にいいいいいるるわけじゃ屋屋上上っっててああ外出出たた人まいいと思うんだ私出たんだよ私ねでその日はというと私は何をやるかというとねあの屋上からあのほらこういう丸い布の筒ぐるんぐるんとこう滑りながら一回降りていくというそれをやる予定だったんですよで中継しながらでそれをあのラジオで私が中継しながらテレビでも映るということだったんですよみんな待ってた。 それで出番待ったんですよね。さあ時間生放送ですからしょっぱな私なんですよ。番組始まった瞬間ラジオもテレビも全部私の瞬間始まるわけですよ。で,で待ってるわけですよ。急にさ私の担当のディレクターがさ「稲葉さんすいませんちょっとって急にこの人さあの行っちゃったのよどっか便所へ帰ってこないのよなかなかしょうがないなと思ったら二人で行ってるし弱ったなと思ってたらば。 あの消防の人がさ、梯子みいなからこうかぶさてさ、あの外からね、三越のあの建物の屋上の外、あの梯子みたいのやってきたこの消防の人が、伊沢さん、あい準備せえって言うんですよ。え、大準備、準備ってから話しつながっても、はいっつったら屋上を外に出ろって言うんですよ、え、あのね、今はどうなってか知らないけど、当時銀座のこう四丁目交差点ありますよね、あの交差点、あの角に三越があるんですけど、その屋上へ出る出口って建物の一番端なんですよ。 これ、角じゃないんですよ一番端からでずーっとで歩くんだけどその鉄のこの柵があるじゃない屋上の柵の外って幅このぐらいしかないんですよだから足の大きい人がやっちゃうと靴1個分歩く話かなのすごい狭いわけで実はそこ有志の人がその太い縄から細い縄が出ていてそれで体をねくつっと止めてそれでつながっていくというだから校長のダメだしダメよ下見たら立って下の方に救急車とはさあの消防自動車が見えてんだから 私ップで「すよ。稲川さん来て」って言うからだん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 ずっと行ったんだかってだん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 こうやって触んのがだんだん怖いですよだって屋上椅子でこっつはしないんだもんこっちは鉄格子だもん向こうに逃げれないし鉄格子だしでこっちこれぐらいしかないしほでも下押し出したらもう下ねえあの、外もの道路ですから人の頭なんか見えるけどねはるか下に見えるんですよ怖いですよあれこうやって積んでいったんだ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 ん。 で番組山村が始まるわけだから来てくれって言だんで、だん,だん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 行った。始まで行ったらやっぱ怖かったなぁ。四丁目の彼でしょ屋上の倉庫も帰っちゃったのそしたら、リュウヒトが戻ってきた。稲川さん、そっち違いますって。お前ねえっての。お前がいなかったんだろっての。違いますってどうしたって。こっち来てください。来てくださいってことはさ、外すわけじゃないそれ。命ずなでしょ戻れないもん。しょうがない外しましたよ。 消防の人はてっきりこう言ったとこで呼んじゃったわけだ無責任でこの人の、ね、稲川さんやってって外したら私何にもないわけじゃないでこう鉄の柵をむでしょところがそれを目の前をさこの太いロープからほら枝分かれして島でこうくっつけた人これどんどん行くわけですよみんな自分が怖いからまとまってるから幅これしかないからさはみ出してんだよみんな体がそれを私避けるからどうなるの分かりますちょっとやっちゃおかこうよこうここを下通っていくの もう完全に私の下はさ空中だもん下にさ救急車だとかさね消防自動車見るだけこうやってるから「すいません」「すいません」とか行くんだから「怖かった」途中までは失ところが途中まで行って「おい自分今まずい状況になってるな」と思ったら「人間ダメだねまずいと思った瞬間汗かくんですよ」と滑るのをつる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 「怖かった」って話はそれもこっち死んじゃうもん一発おしまいですよ屋上からこっちゃだしこれだけしかない。 でみんなそのしゃがんでいく人たちみんな怖いからあのもう自分のことで目いっぱいなんですよ。で立ってくれりゃまだこう幅取れるんだけど立ってないからで助ける余裕なんかないから私なんかを全然こう掴んでもくれないしでみんな自分が目いっぱいだから捕まってかわっ,ってやってますからね捕まっていってるからこんなはめててんだよね。それ余けながら一人またぎ二人またぎしながらこうですよ体の下は本当にもう遥かか体下の方に救急車消防車。で。 やっと指さしたな入らさ「はいん、タッチ行ってください」って。あんたねですよね。であの筒ね布の筒あれこうくぐる時って全部ズボンの中に突っ込むんですよ上着でもなんでも。で何かとほらずーっと落っこっていくから上着こうめくり上がっちゃうんでね。もうでやる時間にないわけだももだって始まっちゃうもん。番組はほら生ですからみんな。そのまま飛び込んだっけ。さあ飛び込んだけど体こんなふうになっちゃってさ手帳だろうがさ。 腕時計だろうがね財布だろうがさなんかポケてるとなんか,から小銭みんな怒っちゃってさでみんながこう撮ってるんですよ私のことをふっとで出口で待ってるわけだ曲が鳴ってそれとテレビ局が違うんだけど曲が全部合同でやってましたからで私が「ああー!」って声はしてるんですよ袋の中落っこってくるから屋上から下までそしたらそのバーンと現れる私がバーンと現れるそこ手帳がスコーン時計がスコーン財布がスコーン 靴がすこんいろんなものが出てきたら、先生がボロボロになって、あーってれた瞬間にカメラでもう大受け、いやー、稲賀さん、番組のいい初心になりましたよって、ばか野郎ですよ、怖かった冗談じゃない。下手したら死んでましたよ。でも、全くそんな危ないことがなかったかのように、時間が過ぎてって、ディレクターは全く始末書一つ書かないで、いやー、稲賀さん、お疲れ様でした。この男、前にはね、あん人間は穏やかなんだけどね、本番前になると何、ね、なんとかしゃべんだとかね、うんちは言っちゃうんですよね。えらい迷惑しましたよ。 それじゃあまた,またいつかこの場所で赤いはんけせましょうか <laughs> こらこらこら <laughs> へんた変へんただなへんた <laughs> いるんだ <laughs> おい,おい